こんにちは、コッコ大型のコッコです。今回はロフトで1万円超え購入品紹介です。かなり爆買いをしてきたのでそちらを紹介していきたいと思います。それではビデオスタート。ロフトの購入品紹介をしていきたいと思います。まずね、こちらギフトに包まれているものなんですが、こちらは旦那が旦那の友人にあげるプレゼントです。結婚祝いとしてプレゼントをするもので、ちょっとね、中身はね、開けられないんですけど、中身はアユーラの入浴剤、このぐらいのボトルのやつと炭酸のバスソルト9粒入りのやつを購入してきました。果たしてね、これがね、結婚祝いのギフトとしていいのかって言われたら、何が好きっていうのがちょっとわからなかったので、入浴剤にしました。私たち夫婦が入浴剤めっちゃ好きなので、まあ自分が好きなものをねあげたらいいんじゃないかなっていう。でアユーラの、入浴剤はめちゃくちゃいいので、結構アットコスメのランキング上位だったと思うんですけど、ツル肌になれるので、なのでね、まあ使っていただきたいなと思い、こちら購入しました。今回は化粧品が多いです。セザンヌノーズ&アイブロウパウダーを買ってきました。04番のモーブブラウンです。ちょっとここ紫がかってるんですが、今回化粧品ねたくさんね買ったんですけど、ショート動画にあげたんですけど、パーソナルカラー診断をしてきました。そこで私はイエベだと思っていたんですが、まさかのブルベという結果になりまして、ブルベ冬だったんですけど、持っている化粧品がほとんどイエベのものだったんですよ。黄がかっているっていうのかな、化粧品が多かったので、これを機にね、ちょっとブルベのものをね、青みがかったものを買い直そうということで買ってきました。なので04番はブルベ仕様になります。はい、じゃあこちらね、ちょっと塗ってみたいと思いますよ。付属の筆もこう斜めカットになっていて、こっちはふんわり、ぼかせるようなブラシになってますね。色も結構黄みがかってない青み系で、本当に私が持ってない色、意外と結構ピンク、こういう感じかな。うわ、見えないかな、影になってるような気がする。ここが薄い色で、紫の色で、こちらが茶色ですね。はい、こちら、セザンヌナチュラルマットシェーディング02番を買ってきました。はい、でこちらも、シェーディングはイエベのものを使ってましたので、通りで色が合わないなっていう感じだったので、こちらね、青みがかったものを買ってきました。はい、面が広くて、でブラシもこちらノーズシャドウに入れやすいような形状になってます。こちらね、こちらは顔に塗りやすいのかな、こっちいいなと思って、鼻のところ入れやすいなと思います。でこちら入れますと、あ、結構薄付きですね。全然多分見えないだろうな。こちら塗ったんですけど、結構肌に馴染む感じで、シェーディングとしては塗ってるなって思われないぐらいがいいっていうじゃないですか。なのでいいかなと思います。はい、はい、次こちら、セザンヌパールグロウニュアンサー N2 ライラックヌードフェイスカラーっていうハイライトかな、ハイライトを購入してきました。ラベンダーとかそういう透明感が出る色がいいそうなので、紫を買ってきました。結構くすみがちな肌をしているので、結構ラベンダーとか使った方がいいらしくて、ツヤとかラメとかをこう肌にのせた方がいいよっていう風に、その美容部員の人に言われたので買ってきました。はい、チークの上に塗りたいなと思って、おお、結構すごい、塗ろうかな、うわーすごい透明感、すごい、ここ塗ったんですけど、結構ねツヤっとして肌に合うかなっていう感じです。鼻筋に塗ると結構ツヤってして、頬に塗った方が可愛いかなと思います。キャンメイクラスティングマルチアイベース WP01 番買ってきました。ベースなんですけど、
ちょっとアイシャドウの持ちが結構ね、取れたりとかよくあるので、こちらのキャンメイクのやつがすごい、仕込みがめちゃくちゃ良いので、こちら買ってきました。硬いテクスチャーなので、こういう感じです。で、乗せると、結構こってりとしたテクスチャーですね。なので、まぶたには薄く乗せた方がいいかなと思います。こちら、眉毛のヘビーローテーション11ダスティーモーブを買ってきました。ブルベ冬は紫がいいっていうのを見て、この色がいいっていうのを見たので買ってきました。黄色、今ちょっと茶髪っぽい、こう、黄身がかかった色なんですね。私、その、イエベだと思ってたので。なので、今度髪の毛染めると思うので、暗い色にしようかなと思ってて、こちらを選びました。結構な、ここ塗ると、こういう感じで。あ、見えるかな？紫なんです。こちら。じゃーん。ラブライナーリキッドブラックを買ってきました。ラブライナーはめちゃくちゃ描きやすい。本当に大好きなんです。なんか、アイライン引くのってめちゃくちゃ難しいじゃないですか。なので、おお、すごい音がする。私今まで茶色使ってたんですけど、ブルベ冬はなんか黒で締めた方がいいみたいで、なので、こちら黒を買ってきました。すごい、本当に、すっごいしなやかな筆で、さらーって描けるので、結構漆黒だし、うん、まあいい。全然違う。で、こちら、じゃーん。カントリー&ストリーム、ナチュラルアイロールオン N、目元用美容液です。なんか目元がめちゃくちゃくすんでるので、こちらね、目元をね、コロコロしたらね、すごい、くすみが取れるっていうか、疲れが取れるっていうのを、見て、そう、疲れが取れるっていうか、気持ちいいらしいので、こちら買ってきました。コロコロ。おー、結構冷たい！ナイアシンアミドとレチノールっていう成分、今流行ってると思うんですけど、結構気持ちいい。うん、冷たくてひんやりとして、めちゃくちゃ気持ちいいので、おすすめかも。これ2種類あったんですけど、蜂蜜の方を買ってきました。湘南美容まつげ美容液を買ってきました。25% 増量って書いてたので、こちらを選びました。いろんな種類あったんですけど、ランキング1位と 25% 増量っていうので、聞かれて買ってしまいました。私、まつげパーマを自分でやってるんですけど、痛むので、こちらの美容液で、ね、ガンガンケアしていきたいなと思います。結構ちっちゃいサイズ感でした。こういう結構太めの、なんかマスカラみたいなのではなかったですね。結構塗りやすい。なんか色素を沈着しなきゃいいなって思います。蜂蜜紅茶を買ってきました。こちら25パック入っております。蜂蜜紅茶は、よく飲むのでリピ買いです。めちゃくちゃ甘くて美味しいので、ぜひね、飲んでみてほしいなと思います。こちらですね、じゃーん。ミニトマト栽培セット購入してきました。これ気になったので、栽培してみたいなと思ってたので、トマトね、できたらいいなと思いを込めてこちら買ってきました。挑戦しやすい値段ではあったなっていう感じです。で最後こちら、はい、歯間ブラシ 4S っていうものを買ってきました。歯医者さんに歯間ブラシはこのメーカーがいいよって言って勧められたやつをロフトにも売っているということでこちら買ってきました。4S は一番こう、歯と歯の間に隙間があまりなくても入りやすいっていうのを歯医者さんが言ってたので、はい。こちらね。ケアしていきたいと思います。ということで、ロフト購入品紹介でした。こちら、お値段の方は、1万5000円ぐらい？約1万5000円分購入してきました。いや、私にとったらめちゃくちゃ爆買いをしてきたなっていう感じです。ちょっと買いすぎたな。最後までご覧いただきありがとうございました。参考になれば嬉しいです。さようなら。